さあ息が詰まって苦しいなら、さあこの窓に来いよ、風を受けよう。ここは横浜151年風を落とした窓。はい、皆さんこんばんは。ハマッコストリームフロムさくらワークス、今日は116回目とのことです。はい、毎回ね、私あんまり回数とか全部最近カトレネに任せっぱなしなんで把握してないんですけど、これ言わないと後からカトレネに怒られるかなっていうふうに思いますので、一応、言っておきたいなと思います。カトレネですね、今日はちょっといろいろと、都合がございまして、あと番組のねいろんな都合で、今日はですね私一人で、MC の方を、お送りさせていただきたいなというふうに思ってます。で、今ですね、世の中なんかコンビニに行ってもスーパーに行っても駅に行ってもなんか甘いものが並んでますよね、お店にね。すごい勢いでこう並んでるなって思うんですけど、あれ終わったらですねどうなるのかなっていつも考えながらね、あんなにたくさん並んでて全部売れないだろうっていうね、まあパッケージ変えてまた違う風にして、それを提供するのかなと思いながら毎日過ごしておりますが、はい、まあバレンタインでってね、日本では女性から男性ですけど、アメリカとかね欧米に行くと、実はインド人のために今通訳とか仕事でやってるんですけど、インド人に聞いてもですね、バレンタインデーって女性から男性、日本それだけなんだよって言ったらすごいびっくりした顔してましたね。はい、でインドの場合はやっぱりその、男性から女性っていうのも当然ありで、ああじゃあねってね、奥さんに何かプレゼント送るのって言ったら、うんそうなんだって考えてるって言ってましたね。じゃあさって、俺結構いいジュエリーの、ね、ショップとか、あと友達でジュエリー作ってる人がいるから紹介しようかって言ったらね、あ絶対そのことは奥さんには言わないでくれって、はい、なんか盛んに否定してましたからね。はい、皆さんは、ね、大切に思ってる方々とか、ね、お世話になってる方々に、男性の方はですよ、男性の方々はどんなものをね、プレゼントしようと思っていらっしゃるんでしょうかね。はい、まあ、女性の人は大変ですよね。これなんか新聞見たらね、小泉ディレクター、最近職場でのね義理チョコね、お世話になりましたチョコみたいのがすごく負担になってるというね話をね、あれもやめたらいいんじゃないかと思いますけどね。ね、小泉さん、あれもう、会社のもう習慣みたいになっちゃってるので、ね、うん、会社によっては福利厚生費から出した方がいいんじゃないかっていう議論もあるそう ね、まあこの間カトレナの友チョコって言ってましたけどね、もうなんかいいんじゃないかっていうね。はい、なんかもう、まあそう言ってもいろいろとねお菓子会社がありますんでね、バレンタインがあってのホワイトデーだし、そこで売り上げがあるんでしょうけど、全部一緒にしてもうなんかそこの時になんかみんなでねお互いに送り合うみたいなね、でもいいんじゃないかなと思いますけど、まあまあまあそういうことは置いといてですね、まあ、2月にね、となるとまあ、これから、卒業シーズンだということで、ね、卒業式とかで結構最近凝ったパフォーマンスって行われてないですか。昔私がそれこそ中学生とか高校生だった時、卒業式ってもっと硬いようなイメージがあったんですけど、私の出た高校はねちょっと違うんですけど、大抵みんな硬いイメージがあったんですけど、最近結構パフォーマンスすごいですよね。小泉さんどうですか、あなたの中学校高校の時は何かパフォーマンスありました。私は学校結構古い、そうですよね、古いですよね、同じぐらいの年代なんで、はい、校長先生が、うん、少女をこうやるっていうことで、はい、きちんと順番に並んで一枚一枚いただいて、うん、っていうような硬い感じでね、はい、でも最近はその後の、何かこうパフォーマンスっていうか、それこそすごい凝ったステージパフォーマンスが行われてですね、あと映像もなんかすごい凝ったのを作って、それをみんなで見せてね、後で、まあ、記念として持って帰るみたいなね、まあ、もしかしたら今日のゲストの方はそういうところで、なんか教えたりもひょっとしたらしてらっしゃるんじゃないかみたいな、まあ、そういうチャンスももしかしたらあるんじゃないかみたいなね、
方を今日はお呼びしておりますけれども、ご紹介したいと思います。はい、この方に今日は来ていらっしゃっていただきました。噛んでますけどね。あの前回ラッキーストライクの皆さんと一緒に来ていただいて、まあ、今日はあのステージパフォーマーのということで野上さとかさんに今日は来ていただきました。はい、ありがとうございます。バレンタインデーに素敵なジュエリーをお待ちしております。はい、聞きましたね、関係者の方々ね。はい、ジュエリーだそうですよ。ね、ジュエリーってジュエリーって言いませんよね。言います？でも言いますよね。ジュエリーって言うとやっぱりあれですよね、ランクがありますよね、うん、一番上からね。そのもう かね、なかなか縁がないですけどね、うん、私は。あのこの間ゲストに来ていただいた方で、あのガラスでジュエリーを作る方もいて、すごいやっぱり素敵なジュエリーを作る人がいます。で、まあ、ガラスなんで値段的にはまあそんなにね、むちゃくちゃ、うん、あの例えばダイヤモンドみたいにならないんですけど、でもやっぱりすごく綺麗なジュエリー。手作りはいいですね。いいですよね。これも実はこう今してる、これはラッキーストライクのレイちゃんっていう、はい、この前もあの話に出たんですけど、もう一人の女性メンバーがこの前の本番に向けてこう作ってくる。これちょっとカメラもしあれしたら寄っていいですか。失礼します、はい、これを作ってくれまして、さとか何色がいい、青が好きって言って、うん、青が中に入ってるんですけど、なんかクリアの中の中に、はいはい、石が入ってるんですけど、これを作ってくれたんです。多分中に石が入ってるんだと思うんですけど、じゃあこれありがとう、つけて出るねって言って、うん、つけて練習してたら、はい、1曲、まあ、控室で練習し終わって戻ってきたら、うん、あれないなって、あれわーって探し回って、はい、見つけたんですけど、うん、無事あのごめん本番ではつけないねってちょっとね別な動きがありますからね。恐ろしいな、1曲踊っただけで取れちゃうのか、はい、まあ、踊りということで出てきたんで、あの里香さんは、ベースというか、はい、はダンサー。そうですね、はい、基本的にはダンスをやってる時間が長いですね、うん、でもお芝居とかも、そうお芝居はそんなには、うん、経験もそんなに多くなくて、はい、もうまだまだ大根なんですけど、はいはい、まあ、舞台表現の一つとして、うん、こう芝居ももっとこう自分の中に取り入れたいなっていうのがあって、はい、あと演出とかもやっぱり、演出はそうですね、うん、そんなに多くはないですけれど、うん、ちょっと自分でこう企画演出して公演作ったりもした時もありました。ダンサーとしてあのこういう質問していいのかどうか分かんないですけど、はい、舞台で、まあ、もちろん両方やる方もいらっしゃるんですけど、基本的にダンサーって喋んないじゃないですか。そうですね、うん、でもそのお芝居をやられる時に当然喋らなきゃいけないので、はい、一番最初にそのステージをその要は演劇をやった時に、はい、それってなんか抵抗あった方ですか、なかった方ですか。割とスッ と声を出せた。私もともと結構ペチャクチャ喋る方なので、うん、普段から、はい、入って喋る方なので、はい、なんだろう、声を出すのが恥ずかしいっていう感覚はなかったんですけど、うん、やっぱりダンスとかも始めそうだと思うんですけど、はい、こう自分が出していると感じているものと実際出てるものが違う、まあ、よく言うのは電話の声とか、あ、録音した自分の声聞くと全然違って恥ずかしいって、何こんな声してるのみたいなあるじゃないですか。そういうのはやっぱり初めすごく多くて、でこう演出に求められることを、私はそういうふうにやってるつもりなんだけど違う違うって言われて、こう映像とかを見て全然できてないなって思うことっていうのは、やっぱりダンスをずっとやってきたから、ダンスで感じるそのギャップよりも、はい、多かったですね多分。ブログの方にね、はい、ダンスまあ、プロフィールを、はい、出していらっしゃるんですけど、その里香さんのブログ、私のブログの、はい、題名がですね、ブログが出てくると思いますけど、こちらですね、はい、ちょっと上が白くて見えないですけどね、はい、ダンシングスマイル、ダンシングスマイル、はい、ですね。
読まれるとちょっと恥ずかしいんですけどね、はい、まあ、この辺でとりあえず、はい、後でまた、ね、止めとく、あの、ね、本当に私ふざけたことしか書いてないんですけど、あのそこのプロフィールの中でクラシックバレエを、はい、あ、そうですね、ずっとやられてたっていう、もともとは、まあ、今の自分の原点はクラシックバレエから始まってますね、10年弱ぐらい続けてたんですけど、はい、なんかクラシックバレエ始めるきっかけってなんかあれですか、それこそあのよくお母さんに連れられて行った人とか、なんかたまたまこうバレエの教室の前通ってここやりたいって言った、いろんなそのきっかけがあると思うんですけど、それそうですね、うん、私結構もう小さい頃から始めてる子って3歳とか4歳とかで始めてると思うんですけど、はい、うん、多分そのぐらいの年、5歳ぐらいかな、はい、の時に、まあ、結構流行っていたんですよね、うんうんうん、私の小さい頃ってバレエ習うのが、で母親に習わないかって言われたらしいんですけど、はい、もう生意気にも嫌だ行きたくないって言って行かなかったらしいんですけど小学校に入ってクラスですごく人気者で可愛くて何でもできる女の子がいて、はい、もう今でも名前フルネームで覚えてるんですけど、その子がバレエを習ってて、ええ、私も習いたいって完全に、はい、あのその子と同じスタジオではなかったんですけど、うん、もうその子に影響されて、はい、もうだから2年前に言ったのにって母親に言われながら通い始めたらしいです、うん、私は全然覚えてないんですけどそういう意味ではこうなんかあの負けないぞみたいなのがあるんですか。そうですね、うん、割ともう昔から私が私がみたいな、自分が一番みたいな、なんか自分の表現したいものがあるみたいな感じ、まあ、小さい頃はそこまでそんなのは全然なかったでしょうけど、まあ、体を動かしたりとかは好きだったんだと思いますね、小さい時からこう走り回ったり木に登ったりとか、うん、倉庫の上登ったりとか、はい、登って、はいはい、ジャングルジムにすごい速さで登ってみんなに怖がられたりとか、うん、はい、っていうのは結構伝説としてこう我が家では言われてますけど、ダンス以外にそのスポーツをやってたとかってわけではない。スポーツは全くやってないですね、うん、やっぱこちらダンスバレエをメインに、そうですね、うん、もう小学校の時とかはもう学校より第一にバレエみたいな感じで、バレエのリハーサルあるので学校休んでもいいですかみたいな。お母さんびっくりしたでしょうね。あれだけ嫌がってたのに。どういうことみたいな。でも小学校後半になるとやっぱりちっちゃい頃から習ってた子たちがどん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 、うん、まあもともとうまい子たちだったんでしょうけど、はい、こういい役いっぱいもらって、うんうん、私もちっちゃい時からやってたかったとか、はい、いい加減な勝手なことを言って。でもそこまでやっぱりこうなんですよ、グッとダンスに入ってったっていうのは何か。感じたものっていうか思うものがあったんですかね、子供。そうですね、小さい頃クラシックバレエは何でしょうね、まあ、やっぱりもともとはやっぱ習い事だったので、うん、はい、こう今みたいにこうダンスで自分が表現したいものをどうこうっていうのは全く考えてなかったと思いますけど、うん、こうまあ動くのが好きなのももちろんあったし、振り付けを覚えてみんなと合わせて動くだったりとか、はい、ここで一人だけ動け、うん、自分だけ動けるとか、うん、こういう列をきれいに、はい、フォーメーション作ってとか、はいはいはい、そういうのはもしかしたら好きだったのかもしれないですね。やっぱりあとはあの舞台のこう世界観とか、うんうん、はい、バレエって本当にこうちっちゃい子にも結構分かりやすく綺麗じゃないですか、はいはい、うん、世界観が。そうですね、うんうん、そういうものはもしかしたら昔から好きだったのかもしれないですね。あの私が札幌にいた時にそのバレエのね、あの、まあ、モダンバレエですけどモダンバレエの先生と一緒に仕事をしたことがあって、その時にやっぱりその教室にあの行くとですね、まあ、お手伝いとかにたまに行ったりすると、うん、やっぱ小さい子たちがいるんですよ。もちろんあのそこのバレエ教室で育ってって今はその、まあ、教師をしてらっしゃる方もいれば、本当にその小学校前の子どもたちもいて、そうするとやっぱりこう教えられて何か動作とかそのさっきのフォーメーションができるとすごいなんか嬉しそうな顔していて、でみんなもなんかこうやかでちっちゃい子なんで周りこう喜ぶんですよね、ああよくできたねみたいな、ああいうの見てるとなんか楽しそうだなって
これもやってみようかなみたいな。ぜひ思いましたね。男の子とか少なかったですけどね、本当に。まあ少ないでしょうね。入ってはやめ、入ってはやめでしたよね、うんうん。でもすごい重宝されるんですよ、はい。いい役もらえるし。そうですね。はい、で男の子いいなって思いながら。うん、なんかチヤホヤされたい男子は、もしかしたらね、バレエをやってもらうかもしれないですね。あ、もう本当にそう思いますね。うん、あの今なんかバレエっていうダンスって言うと割とヒップホップとかジャズ系の方に行く人が当然男子とかでもいますけど、もしかしたらバレエに入っていけばもっと。美味しいかもしれない。ね、まあ厳しい世界ですけどね。厳しい世界ですけどね。はい。そうですね。で、バレエを、やっていて、はい、で、まあ、今はメインっていうのは、まあ、特にジャンルっていうのはあまり関係ないのかもしれないですけど、比較的言うと。そうですね。まあ、ストリートダンス全般、その前に出させていただいたラッキーストライクの時も、ちょっと軽く話したかもしれないんですけど、あんまりこうジャンルを決めずに、まあ、バラバラなジャンルの人たちが集まってる、バックグラウンドを持った人たちが集まってるので、はい、もうヒップホップもロックもソウルもいろいろごちゃごちゃ混ざってるようなところで普段踊ってるので、はいはい、まあ、あとそれと別にちょっとコンテンポラリージャズとかをやるようなこうコミュニティというか、はい、カンパニーで踊ったりもしてるんですけど、うん、そうですね、あんまり今は、まあ、クラシックバレエはもう全く高校でやめてからやってないんですけど、うん、割とジャンルレスにやってますね、うん、もうやっぱりジャンルっていうよりは自分はダンサーみたいなパフォーマー、まあそうですね、うん、もうもちろんこのヒップホップがすごく好きとか、はい、うん、ロックがすごく好きっていう風にやってる方もいっぱいいると思うし、うん、きっとそういう方はもう音楽もすごくこう、はい、そういう方面に詳しくて、うん、そういう勉強もしてて、はい、こう一個突き詰めてやってらっしゃる方も結構いると思うんですけど、うん、私どっちかっていうとあまり勉強熱心でもないし、うん、こう秋っぽいじゃないですけど、うん、ちょっと秋性っぽいところもあるので、はいはい、このダンスやってる人見たらこれもかっこいいな、あこれもかっこいいな、あそれもなんかちょっとやってみちゃおうかなみたいな、うんうん、できないかな、うん、とか言って結構いろいろやってみながら、もともとストリートダンスは大学のサークル、ダンスサークルで始めたんですけど、はい、そのサークルに割といろんなジャンルが、はい、をできる先輩たちが揃ってたんですね、うん、人数も多かったので、で一通り割意外、一通りやったかな、ほぼやってみて、まあ、どれもそれなりになんか気持ちいいなみたいなのでなかなかこう絞りきれずに、でも絞る必要もないな、うん、とか思いながらこうやってきた感じですかね。今ふと思ったんですけど、そのダンスをやっていて、まあ、そのいろんなそのまあ、踊りというかこうやってみたいなって思うのは、それのきっかけって例えばそれは音楽だったりするんだけど、それとも例えば何か動き、こういう動きっていうふうに思うのか。あ、多分どっちもありますけど、うん、音楽詳しくはないんですけど、はい、私すごく聴くのが好き で、うんうん、でやっぱ、あこの音楽かこの曲かっこいいな、うん、でこうすごくこうマニアックなここの音の取り方とか、はいはい、こうこのサビの入り方の時に、うん、そういう踊り方するんだとか、まあ、やっぱりダンスと絡めて見てるんだと思いますけど、はいはい、そういうものを見た時に、はい、かっこいいみたいな、ああいう音の取り方できたらかっこいいなっていう、うん、とっかかりかもしれないですね、はい、まあ、もちろんそのダンスによっては全く音楽が流れないところで、あの踊るっていうものも当然あったりはするんですけど、割とまあ音楽と一緒になってるものは結構、まあ、私たちが目にするのではそれがやっぱ結構多いかなっていうイメージはやっぱりあるんですけどね。そうですね、うん、まあ、本当に現代舞踊とかコンテンポラリーとかだと無音で、それこそ舞踏なんていうのは全く踊り続けるみたいなのも
ありますけどね、もうなんか私から見るとすごく高尚なんですけどね、そういうものは。何を感じて今動いてるんだろうみたいなのは、まあ、横浜だといろんなね、大化の人たちがね思ったりしてますけどね、ただそれ置いとくことにして、あの打ち合わせでこういろいろとメッセージやり取りさせていただく中で、はい、あの正人さんのフェイスブックページの方に、フェイスブックの方にあげると写真ね上げてらっしゃるということで、はい、そこからいくつかちょっと私も、あ、本当ですか、ありがとうございます、勝手にダウンロードしていただいてこんなのはということでちょっと写真を、はい、出してみたいかなと思うんですけど、あのもしよかったら、はい、すいません喋らせてばっかりなので飲み物を飲んでいただきながら、はい、結構やっぱり最近だとラッキーストライクの写真上げてることが、うん、あ、これとかはそうですね、はい、前回のこれ前回のラッキーストライクラッキーストライクのソースっていう主催イベント、はい、で、あの知り合いのカメラ、うん、メンバーの知り合いのカメラマンの方が毎回来てくださってくれるんですけど、はい、これはね、すごくいつだろう、2年ぐらい前なんですけど、これ実は札幌なんです。あ、これちょっとあのじゃあ、人を消してもらって写真だけで、これプロフィールの写真に使われてますよね。そうですね、プロフィールのトップにしてるんですけど、はい、これゼップ札幌なんです。ゼップ実は懐かしい。そうなんですよ。え、これはどんな公演だったんですか。これは公演というかライブで、うん、あのゴスペルの、ま、それもうあの今度出る公演の主催の、はい、こうというかそのカンパニーで受けた仕事なんですけど、うんうんうん、に誘ってもらったんですけど、はい、日本あと何て言ったろうな、東京にもあるんですけど、札幌の方にある教会が主催してる、クラブイベントみたいなのがあって、はい、でゴスペル歌ったりとか、うん、踊ったりとかっていう、うん、結構大きめなイベントだったんですけど、はい、それに呼んでいただいて、You Raise Me Up かな、多分 You Raise Me Up だったと思います。いい曲だ。で撮っていただいて、それこそでも札幌の演劇関係とか舞台関係結構知り合いますよ。あ、本当ですか。じゃあちょっとそういうところでつながってるかもしれないです ね、 そうですね、まあ、狭い世界なんで札幌も。誰かとつながるとみんなにつながっちゃうみたいな、大きそうな感じがしますけど、はい、これすごい楽しそうですね。これ歌ってるの？いや、これは踊ってます。あ、踊ってるんですね。この辺は全部ラッキーストライクのイベントですね。衣装とかもやっぱり結構ダンスのパフォーマンスには割と重要だったりしますよね。ラッキーストライクは、うん、まあ、基本的にそういう演出面はリーダーのサリーが考えるんですけど、はいはい、今結構イベントでずっと使ってる衣装は、うん、カラフルなスキニーパンツにシャツにジャケットにカラフルな蝶ネクタイっていうスタイル、はい、でこれあまりこの写真とかでは見えないんですけど、実はポケットにも、うん、こう胸ポケットとか、はい、脇のポケットにカラフルな、なんていうんですか、チーフ、はい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 、を、うん、こうサリーたちが作ってくれて、うん、それをみんな入れてるんですよ、うん、メンバーが。じゃあそれをこう場面によって出したりとか。あ、これ見えます。あ、なるほどなるほど。へー、割とレインボーカラーみたいなのが、うんうんうん、ラッキーストライクのあ言ってました、ね、イメージカラー、ね、イメージカラーでね、サリーがごちゃごちゃしたのが好きなので、うん、はいはいはい、割とこう衣装も照明とかもカラフルにっていう、こうお客さんにこうイメージつけてほしいなっていうのが、はい、この写真、あ、これはすごいの持ってきましたね。なんか持ってきちゃいました。これはですね、あ、全然大丈夫なんですけど、去年の7月に、うん、男性の一緒に写ってる男性の方が声かけてくれて、はい、まあ、一応2人で主催という感じで、うん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 、ほぼ2人が出て、あと何人かちょっとサポートでダンサーさんに3人ぐらいかな、はい、入っていただいてやった、ディナーショーみたいな、こうビュッフェがついていて、こうステージもなんかこういう本当にこのテーブルみたいな円形のホールで、うん、はい、こう
窓に沿ってというかステージがある、はい、3分の1ぐらいステージがあるところで、面白い渋谷の J-POP カフェっていうところでやらせていただいたんですけど、この方は日本舞踊だったりとか割と和の方面、盾とかのにすごい力を注いでる方で、はい、そういうものをこう海外に持っていくとか、はい、和とこうダンスを融合させるっていうのをすごくこう目指している方 で、うんうん、で前に彼が持っているチームサムライっていうカンパニーがあったんですけれども、はい、そこの公演に出させていただいたのがきっかけで知り合ったんですけど、その後になんか一緒にやらないって誘ってくださって、はい、そうなんです。でも公演って いろんなその出会いがやっぱりこうありますよね。そうですね、うん、なんかこう先につながっていく思わぬ出会いがあったりしますよね、はい、うんうんうん、まあ、そういうこういろんな新しい人との出会いでまた生まれてくるそのパフォーマンスっていうか表現っていうのもあるでしょうし、それはもう想像がつかなくて面白いですね、うんうんうん、やっぱりなんかこれ、あ、これはその時の稽古というかリハの写真ですね、はい、リハってやっぱりあのね、その公演によるんでしょうけど、かなりやっぱりこう時間使ってリハやられることって結構多い、ね、まあ、ただそのスケジュールにもよりますけどね、きっとね、うん、で結構ダンスはもう振り付けを持ってきて、うん、なんぼなので、うん、この時はほとんど私が振り付けをやったんですね、はい、和物以外は全部私がダンス周りは、さっきあのプログラムに振り付けって書いてありましたね、はい、はい、そうですね、もうほぼ私が振り付けをして、はい、みんなに落としてだったんですけど、うん、まあ、これだけ少ない人数だと、うん、合わせるのにはそんなに時間がかからないし、うんうん、まあ、みんな振り落としたらすぐ覚えるようなプロなので、はいはい、人たちなので作るまでなんですよね、結構かかるのが。あ、だからなるほど、ね、うん、人数多いとまた変わってきますけど、うんうん、人数少ないものに関しては、うん、振り作るまでがリハーサルよりも時間かかるかもしれないです、うん、人によりますけど、私はすごい時間かけちゃう方で振り作ってる時ってどんな風に作るんですか。それこそあの、ね、音楽の人は例えば作曲とか、はい、作詞とかで例えば家にこもってこうなんかそれこそピアノの前に座る人もいればいろいろいると思うんですけど、はい、ダンスもいろいろいて、佐藤さんの場合はどんな。私の場合はだいたい電車の中なんです作るの。へ電車の中で、はいはい、あの別に電車の中で踊ってるわけではないんですけど釣り革に捕まって、うん、曲、まあ、まず曲決めますよね、はいはい、この曲で踊りたい、はい、その曲をずっともうワンリピートにしてずっと聴いてるんです電車で。で聴いてるうちにやっぱその曲の中でもすごい好きな部分ってあるじゃないですか、はい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 、すっごいこの曲のここ好きなんだよねっていう部分からまずじゃあここどういう風に踊りたいかなっていうイメージを頭の中でどういう風にはめて踊ったら、はい、踊ってる自分が気持ちいいかなっていうのを多分想像してるんだと思うんですけど、うん、そこからイメージして振りを作ってってもう本当にただのワンカウントとか、はい、一瞬音が止まるところとか、はいはいはい、そういうところにこういう動きをしたいっていうもう本当に一瞬のものからじゃあその後どういうふうに動くかなっていうのは、はい、もうでも本当に物理的なじゃあここで右足上げてるから次つかないといけないからみたいなの組み立てて、その前の部分をじゃあこれにつなげるにはって組み立ててっていうのをまず頭の中で電車の中で作るんですよ、はい、で実際には動けるところで動いてみると、はい、あ、全然曲に間に合わなかったとかあれ、まあ、なんか動いてみたら気持ちよくなかったっていうのはあるんですけど、でそこで修正していくっていう感じですね、はい、私の場合は。これもなんかあのすごい素人っぽい質問ですけど、そうやって思いついた振りって何かにメモしたりするんですか。私はしないですね、うん、する方もいます、うん、まあ、それこそ楽譜みたいにね、その音符が決まってるわけじゃないんで、うん、ダンスのその起伏っていろんなものがあったりしますけど、うん、難しいですよ ね、 難しいですよね。右足を上げてる時に左の足をどうみたいな書く方が難しそうだなって私は思うんですけど、逆に言うと、まあ、その振り付けを伝える時はまあそれこそやってみたりとか。そうですね、なんでしょうけどね、うん、でも
本当にたくさん振り付け抱えてらっしゃったりとか、はい、もう日々レッスンみたいな方は、うん、ノートにねメモったりしないと追いつかないというか、まあまあ、覚えてられないかもしれないですけど、はいはいはい、私はだから次までに忘れないようにしようみたいな他の人に振り落とすまでに忘れないようにしようって、はい、時々ね作曲家なんかもあ思いついたやつをってこう覚えておいて録音しておくね、あなんかどっか行っちゃったみたいな、そう言いますけどね、本当にそんな感じですね、うん、だからもう振り作れない状態でリハの日が来ちゃうと、うん、もううわー謝りながらごめんちょっと時間ちょうだいって言って無理に動いて作るんですけど、うん、動いて振り作るタイプじゃないので、はい、全然振り出てこなくて、まあ、というと、まあ、例えばその動きながら振りを考えていく人もいたりはするわけですよね。いますね。当然ね。はい。うん、あのラッキーストライクに一緒に出て、うん、よく出てくれているあのジャズを踊るユリカっていう子がいるんですけど、はい、その子とかはもう動きながら、はい、パパってもう5分ぐらいで作っちゃったりとかしますね。だからもう2人で用意どんで振り作り始めると、はい、できたよみたいなごめんあと10分ちょうだいみたいなのの繰り返しですね結構ね。それでリハが終わっちゃったりもすることもあるので、そういうのを含めると結構なリハ回数が必要な時もありますね。本当に時によるんですけど、あのラッキーストライクなんかはあのそのいわゆる全体っていうか、はい、その単に例えば音楽とか振りだけじゃなくてその場の雰囲気であるとか、はい、セッティングであるとかやっぱ全てのものをやっぱりこう全体でね、うん、こう皆さんにこう提供してるっていうことをこの間まあおっしゃったんですけど、はい、そういうある意味こうプロデュース的なことっていうのを、うん、あのこの間の話だとなんかそれぞれがいろんな方々が例えば一人がやるっていうんじゃなくってあのなんとなくこういろんな方々が分あの、まあ、共同でやってるっていう、うんはい、イメージがすごくあったんですけど、うん、そうですね。ラッキーの場合なんかは特にあの本当にじゃあこれは誰が作っ、この曲は誰が担当してっていうのを割り振ってっていうのはあるんですけど、全体の流れ、はい、この曲をここに持ってきてっていうのはリーダーのサリーと、はい、バンド隊の方のトップの宮本ちゃんっていうこの前後ろに座ってた、はいはい、で2人とあとはボーカルのリュウさんと、はいはい、その辺3人で固めることが多いんですけど、うんうん、全体の演出面とかに関しては、はい、こういうことをやったら面白いんじゃないとか、前回ここがここのつなぎがあんまりやってみたら良くなかったからもっとこうした方がいいと思うっていう意見はみんなで出し合いながら作っていく感じですね。その公演自体を例えばそのゼロからこう作っていく、それがまあダンスであっても、まあ、お芝居であってもやっぱり それをこう全体的にまとめて、で単にその舞台の上のものだけじゃなくって、それこそあの、まあ、極端な話、例えばチケットを作ってそれを例えば売るだとか、はい、宣伝をするだとかってことも含めていろんな流れがあるじゃないですか。そうですね、うん、まあ、そういうことも当然いろんなことをねあの皆さんでやられてるんでしょうけど、そういう全体のこれあの私がそっちの方をやることが多いのであれなんですけど、プロデュース、そういうことを全体をプロデュースするってことに対しては結構興味をお持ちな方なんです。それでもやっぱりこうどっちかっていうと私はそのアートのことだけをやっていたいっていろんな方がいらっしゃるんです。私はあんまりこうゼロから1を生み出すタイプの人間ではないので、こうゼロから1を生み出す人たちが周りにいてそれに乗っかるというか、じゃあこういうのこういうふうにしてみようかとか、それを一緒に膨らましていく側なので、こう新しいものがポンポン頭にこう浮かんでくるっていうのはないんですけど、まあ、でもどっちかというとやっぱり踊っていたい方ですね、うんうんうん、自分が舞台に乗って、でこう人がこういうことをしたら面白いって生み出したものを、はい、うん、じゃあそれを自分はどう消化してどうアウトプットしていけるかっていうのが、まあ自分に一番合ってるというか、うん、自分の中から出てくる自然なものかなっていうのはあるんですけど、うん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 、ラッキーストライクでは割と
こう宣伝活動じゃないですけど、はい、それこそ SNS の更新だったりとか、はいうんうん、あの本当にスタッフだなみたいな経理回りだったりとか、はいはいはい、結構そういうスタッフ作業は、うんまあ、女性が少ないっていうのもあるし、うんうん、専属スタッフみたいな方はいないので、はい、もう全部自分たちで分担しながらっていう中で割と自分がフォローしなきゃいけない立ち位置かなって思ってはいますね、はい、でも、まあ、ラッキー以外だと本当に客演が私は多いので、うん、他の劇団さんだったりとか、はい、ダンスカンパニーに出ないって声かけてもらって、うん、こう外から参加するってことが多いので、はい、もう本当に それは求められてるものをやるだけみたいな、うん、舞台の上で気楽な立ち位置で自分をこう表現するっていう、そうですね、はい、自分が求められてるものも何か分かんないんですけど、うんうん、そこで自分が出せる最大限のものでこうアウトプットしていくっていうところですかね、まあ、今お話に出たね、あの客演ということで、あの、まあ、今回ちょっと2つ公演のお話を持ってきていただいてるんですけど、ちょっとそっちの方をじゃあ紹介していただいて、はい、ありがとうございます、はい、3月、3月来月なんですけども、はい、どっちからいきましょうか、どっちからいきましょうか、じゃあ近い方から、近い方から、はい、あこっちからいきますか、はい、大丈夫ですこれはもう本当に完全にあのダンスは一切ない、うん、ストレートプレーのお芝居の公演なんですけれども、はい、劇団やり投げっていうあの年下の男の子が、うん、主催してる団体なんですけど、はいあの声かけていただいて初めて出させていただく劇団さんなんですけども、はい、ということで、はい、このスーサイドイズペインレスっていうすごいタイトルなんですけど、うん、すごいですね、スーサイドイズペインレスってスーサイドっていわゆる自殺、スーサイドですよね、自殺ですよね、痛くない、3月25日から29日までう、そうですね、最終週ですかね、はい、3月の王子小劇 小劇場で、はい、全7回かな、うん、なんか詳細やってクリックすると詳細がポッと出てくる感じかな、あ来ましたね、このチラシも載ってますけど、はい、まあ、今日チラシをねも持ってきていただいてるんですけど、はい、このちょうど画面に映ってますね、こちら、はい、ね、すごい表紙ですけれども、これまたかなりインパクトあります、ね、インパクトありますね、よく見ると炊飯器持ってるんですよ、本当だ気づかないですよね、私もねもらって1週間後ぐらいに気づいたんですけど、炊飯器だあのこうなんかあの、画面で見ていらっしゃる方がいるかどうか、これこっちの方寄った方がいいのかな、カメラで寄ってもわかるかな、まあ、ちょっとあのトライしていただきましょう、こっち、はい、炊飯器も話に出てくるんですよ、うん、はいね、まあ、じゃあ、あの後で詳しく、ね、あの気になる方はぜひ、ね、あの SNS でチェックしてアップしてください、はい、そっか、これ画面絵をよく見ると上これ縄ですね、そうですね、首にこう引っ掛けてるんですね、はい、なんかパッと見た感じすごく綺麗な感じに見えたんですけど、うん、近く寄ると結構おーっ て結構いろんな要素が出てくる、出てきますね、アーティスティックなチラシですけどね、なんかここの劇団さんは割とこう王子小劇場さんと仲良くさせていただいてるというか、うん、あの今回も呼んでいただいて公演ができるみたいなんですけれども、うん、去年の佐藤佐吉演出賞、はい、佐藤佐吉 演劇賞かのなんか演出賞も受賞したりとかしているみたいで、なんか不思議なものを作る人たちなんですけどあんまりこう全体を通して何かメッセージ、強いメッセージがというよりは、はいはい、こう言葉、その時の言葉だったりとか行動だったりとか、そういうものをにフィーチャーしてるような、はい、あ、そういう時ってそういう態度取っちゃうよねだったりとか、うん、ああそういう言葉出てくるよねみたいな視点で見るとすごく面白いのかなって、私何回かあの見に
行ったことがあったんですけど、はいうん、もうその時はえこれ何が伝えたいんだろうみたいな難しい分かんないみたいな気持ちになって帰ってくることが多かったんですけど、はい、まあ今演出を受けて稽古をしてる中で、はい、なんかあ見方間違ってたなと思いましたねそこに入って、ね、そうもうだからぜひ見に来ていただける方はこう全体を通してっていうよりも、うん、一人一人の一つ一つの言動に着目すると、うん、すごく面白く楽しんで見られるんじゃないかなという。これ佐藤さんはここの中でどんな役回りなのかっていうのは聞いても大丈夫ですか？聞いても大丈夫なんですけど、うん、私もまだわからない。わからない、はい、もうすごくこう、うん、ブラインドされてる感じで小出し小出しに。なるほど。台本もちょっとずつ作ってやつですね。はいはい、これは何のシーンだ、ね、みたいな、うん、ある意味なんか映画っぽいですね。ああそうかもしれないですね、うん、もう毎回の稽古がドキドキワクワクという感じで、うん、そういう意味で舞台ってかなり映像的ですか？そうですね、なんか映像を使ったりもするんですよ。ビデオを持って、はいはいはい、前にやってた公演だとビデオカメラ持ってる人が喋って人に近づいていってとか、それをスクリーンで横から横に映し出したりとか、見るっていうね。なるほど。そういうのもやっていて、うん、だからやっぱり言葉もだし、うん、映像とか視覚的なものにはこだわって作ってるのかもしれないですね、演出が。そういう意味ではやっぱりその、まあ、意味っていうのもあれだけれども、その目に見えてるもの、うん、そうですね、その時の起きてるもの、うん、それに注目した方がきっとこう入ってくるものがあるんじゃ、また違う形で入ってくるものがあるのかな。面白そうですね。すごくね、もう私もまだもう未知の中をはい、はい、どこがゴールなんだろうという感じで歩いているような日々なんですけれども、うん、役者さんも旅をしながら、お客さんも来たら旅をしながらみたいな。もう本当にそんな感じですね。多分始まってからも、はいはい、うん、私たちも旅だろうなみたいな。まあでもそれがね、うんうん、舞台じゃ舞台ですけどね、うん、はい、うん、ゴール地点を見せる、はい、じゃあやっぱり面白くないし、うんうん、自分たちも、うんうん、道を見せていくのが面白いのかもしれないんですけどね、はい、ドキドキです。でも楽しみです、ね、ちょっと今までか、はい、やったことのないような芝居なので、うん、私も楽しみ。お芝居これで何回目ぐらい？お芝居はですね、4回目かな。4回目。本当にもう全然ダンスに比べると経験値が全くないですけど、どんどんね、こういう機会がなんか出てきそうな感じもしますけれども、そうですね、はい、また挑戦させていただきたいなという、まあ、これが、劇団やり投げの、はい、第5回公演ですね、スーサイドイズペインレスということで、はい、3月の25日から29日までですね、王子小劇場の方で行われるということで、これブログの方に私もリンク貼りましたけど、はい、ありがとうございます、はい、予約ページ、ぜひまだ絶賛予約受付中でございます。結構いろんな割引があって、はい、この劇団普通の一般の前売りチケットだと2600円なんですけど、うん、はい、チケットのところもしかしたら開いてもらうと、開いていくと、はい、チケットの種類っていうところ、チケットの種類、公演の日時開かないと出ないかな、うん、開くといろいろ出てくるんですけど、はい、初めてこのチケット種類出ましたね。出ましたか、うん、劇団やり投げの公演を初めて見る方は2000円で見れる、はいはい、うん、600円引きで見れるとか、初回割引ですね。そうですね、でリピーター割引とか高校生割引とかもいろいろあって値段設定がいっぱいだな、うん、ぜひ。あ、単価が変わってきますね、はい、そうなんです、リピーター割引面白いですね。とね、横浜の方だと見たことない方も多いと思いますので、都内で基本的には活動している団体なので、もしご興味ある方は、はい、ぜひぜひ。じゃあもう一つの方ですね、はい、はい、もう一つの方はですね、それのより遡ること2週間前ですかね、はい、3週間前かな、3月の7日から8日まで、そうですね、はい、土日の2日間だけなんですけど、うん、これはこちらベアボンズダンスカンパニーっていう、ベアボンズっていうダンスカンパニー、はい、さっきも少し話に出したんですけれども、うん、
ラッキーストライクに何度かサポートで参加してくれているユリカっていう、うん、あのダンサーがいるんですけれど、はい、彼女が主催している持っているダンスカンパニーでして、うん、あのそこの4回目公演ですね、はい、もうイベントとかも合わせるとさっきの札幌のゼップ札幌のものも、うん、このベアボンズに来た依頼でユリカたちと一緒に出たものだったんですけど、もう何回も出させていただいてる団体でして、うん、土日なのでこれ1時、4時かな1時4時7時の3回公演が2日間ですね、はい、会場はまあ30分前ということで、はい、ボックシアターっていう千歳船橋ですかね、小田急線の小田急線ですね、はい、はい、ここは本当にこじんまりとした箱で、うんうん、1回もうそんなにお客さんいっぱい入れないみたいな感じなので、うん、結構すぐ埋まっちゃうかもしれないんですけど、これあのチラシがねすごくあの綺麗なんですよ、綺麗なチラシで、これ裏ですけど、もうこれはまたさっきのお芝居とはもう全く違う世界観の公演になると思います、はい、うん、パパの手、パパの手っていう、うん、この大きな木がドーンってあるんですけど、はい、実は舞台セットで木を出すんですよ、木を出すというか舞台セットで傍らに木がある状態で、はいはい、まあ一つのモチーフとしてこうずっと存在している木と、うん、まあそこでこうアップダウンを繰り返している、はい、私たち人間みたいな見方もできるかなという、なんか本物を使うみたいですよ。本物の木が舞台に出てくる。多分木も本物なのかな。うん、なんかこう。まあ、でも本当にねすごいこう存在感のある木がきっと。そうみたいです。私もまだ見てないので楽しみなんですけれど。うん、でも舞台ってそういうこうあのもちろんパフォーマンスもそうですけど舞台美術もね。そうですね。醍醐味ですよね。結構。見てて、ね。まあでもそれがあるせいで、うん、こう。狭いなみたいな、ダンスなんで、ダンスだから、ね、動きがちょっとそこは踊れないよ、木があるからって言われて、うんうんうん、そうなんだみたいなのはあるんですけど、あとあの今回は生演奏、はい、生歌も、うん、全部じゃないんですけど、はいはいはい、何曲か、うん、半分ぐらいはでも生演奏かな、はい、でミュージシャンがこう、うん、後ろに一段高いところに控えてて、うん、その前で踊るっていう、うん、まあもうラッキーストライクにちょっとまあ重なるようなものですけど、はい、っていうのもあるので結構それも見どころなんですけど、これも楽しみですね。これはもう3月7日8日だから、まあもうあと1ヶ月弱ですね、もう1ヶ月切っちゃったんですけど、うん、割とこの団体は演出が全部を作っていくっていうよりも、うん、みんなで話しながらこうみんなで何回も集まって振りを落としてみては、うん、なんか違うなって言って変えたり、時には曲も頭から変えたりとかしながらこうみんなで模索して近づけていく、やりたいものは何だろうなっていうところから近づけていくような団体ですね。そういう点でも全然さっきのとはもうまた違うんですけどこちらの方にも客演で出られるってことですね。そうですね、はい、じゃあこれは、ベアボーンズダンスカンパニーの第4回公演の、パパの手というね、はい、題名で、まあ、今年2015年3月7日土曜日と、8日日曜日、2回の公演で、アポックシアター、まあ、千歳船橋の方にある、はい、劇場でということですね。こちらの方もじゃあぜひ皆さんご興味あればチェックしてください。でですね、毎回そのゲストの方に7つの質問っていうのをたまに聞いてるんですけど、それ伺ってよろしいですかね。はい、ラッキーストライクの時はなかったな、はい、なかったニーズが多かったんで。そうですね、はい、聞いてたらもう、はい、もうそれだけで終わっちゃう、ね、7×8 で終わっちゃいますからね、はい、ラッキーストライクの皆さん見た途端に今日はやめようとこれだけでなんか収集が終わるんじゃないかな。はい、はい、まずですね、なんなりと、佐藤さんが一番リラックスできることって何ですか。リラックスできることか、はい、家族と話すことですかね。家族と話すこと、はい、うん、まあ、このさっき言わせたんですけど、このパパの手って、
家族をテーマにしたような講演だったりもするんですけど、これ家族は一番の安らぎですね。そう、なんかわかる感じがしますね。だからいつまで経っても実家は出られないんですけど。はい、じゃあ2番目ですね、はい、テンション高めたりとかやる気を出すためのきっかけアイテムってあります？曲聴いたり、音楽好きなので、うん、曲聴いたりしてこうテンション上がる曲選んだり、こう今は浸りたい時は浸りたい曲選んだりとか、その時によってこう曲を変えてたりも流したりもするので、まあ、皆さんされると思うんですけど、そういうのもあるし、あとはやっぱりラッキーストライクの人たちに会うと無条件に上がりますね、テンション。なんかすごくすごく分かる、分かりますよね。なんかもうそうだね、騒ごうかみたいな気持ちになっちゃう。そういう意味ではすごくいい環境に。まあそうですね、なんか元気でいさせてくれる場ではありますよね、今入ってきた途端に雰囲気がなんかこうスタジオの雰囲気がパッと変わった。本当ですか？ここはどこだみたいな、大人数ですみませんっていう気持ちでいっぱいだったんですけどね、あの時は。まあ、ちょっと今度ね、大桟橋でもっていうのを企画してるので、はいはい、できるだけ早めにちょっとね実現したいなと思うんですけど、読んでいただきたいですね。はい、3番目です、はい、これは食べる方ですけどね、はい、作る方じゃなくて、はい、料理は何派ですか？何系が好きですか？ああ、何でも好きですけど、うん、それは洋か和か中華とかいう話ですか？まあまあその辺は、はい、私チーズ大好きで、チーズ大好きなんですよ、はい、で、あの死ぬまでにチーズプロフェッショナルっていう、うん、まあ、わかりますか？はい、なんか、はい、わかります。ワインのソムリエみたいな、はい、います。あれを取るのが夢なんですけど。いましたよ、札幌に、札幌にあの東急、札幌はチーズが美味しそうだな、デパートがあるんですけど、そこのデパートの、地下の食品売り場にですね、チーズ売り場があるんですよ。そこに超有名なチーズおばさんっていうのがいて、へい、行くと止まらないんです。もう30本離れられませんから。どんどんいろんなチーズ出してくるんですよね。チーズで、そのもう全然それには及ばないんですけど、うん、コムラードーブチーズっていう、はい、まあ、あのちょっと勉強したらみんな合格できるような、うん、自称チーズ通みたいな資格があって、うん、はい、それを去年取ったんですよ。お去年それを取って、はい、そう、まだ一歩なんですけど、ちょっとチーズ好きなので、だからやっぱり洋風のものが好きなのかな、うん、チーズのお店だったりとか、はい、チーズのレストランとか、はい、行っちゃいますね、よく。いいですね。じゃあ4番目の質問です、はい、最近つい口ずさむ曲とか歌とかってあったりしますか？先ほどジュンさんともお話ししたんですけど、うん、番組の前に兄を、はい、映画もうつい先日見に行ったんですよ、うん、昨日かな、一昨日かな、はい、もうそれからもうトゥモローはまあ頭から離れないですね。あれはまずいですね。私も見に行きましたけど、はい、いやすごいですね。歌っちゃいますね、あれは。もう電車の中で絶対今兄見てきたってバレバレだなって思いながら、しかも主人公子供だし、これ反則だろう。うまいんですよね、またね、うん、よかったですね。わかりました。はい、じゃあ5番目、有名人または歴史上の人物で最近気になってる人って言います？難しいですね。ちょっと難しいですね。気になってる人ですか？うん、まあ、別に最近だったらここ数ヶ月とかっていうんじゃないですけど、はい、歴史上の人物、まあ、あの有名人、有名人、タレントでも誰でもいいですけど、なんだろうな、私あんまりドラマとか見ないんですけど、うん、のでテレビに出る人であんまり注目してるっていうのは分かんないですけど、あ、最近、うん、といってもドラマなんですけど、綾瀬はるかさんが月9だったかな、はい、出られてたじゃないですか、はいはい、あれをちょこちょこ見ていて、うん、私綾瀬はるかさんってあんまりこう特に印象に自分の中で残っていないなんか方だったんですけど、はいはい、言い方はあれなんですけど、うん、そのドラマ見たらすごい好きになっちゃって、あ、なんか、はい、
なんかね、ダメですよね。こうああいうなんかちょっとダメな部分を見せられると好きになっちゃいますよね。まあでもすごくそれは分かりますね。なんかちょっと自分に、まあ、程遠いんですけど、はい、すごくこう、うん、庶民のに近いものを出してくれてるよ、はい、見るとあすごいいい子なんじゃないかみたいな気持ちになっちゃって母親と可愛いなって言いながら見てました。じゃあ6番目の質問です。何でも叶う魔法の杖がここにあったとしたら何をお願いしますか。それペンですけど。難しいことを、ね、はい、いつも言われます。最初すぐ答えられる質問ですからっておっしゃってたんですけどね、はい、うん、何でも叶う、まあ、ちなみに1回とか2回とかってケチなことじゃないんで、はい、何度でも叶えてくれるんですか、はい、すごいな。何でしょうね。難しいですね。すごい物理的な方でいくか、うん、なんかこうファンタジックな方でいくか今迷ってるんですけど、はい、両方いっちゃいますか。本当ですか、うん、やっぱりこうラッキーストライクはじめ、うん、こう周りの舞台活動がなんだろうな、すごいお金持ちになったりとかすごい有名になったりとかしなくてもいいんですけど、なんかもっとたくさんの人に知ってほしいなっていう、はいはい、なんかこんなにいいものをやってるっていう自負がやっぱりあるので、うんうん、もっといろんな人に届けられたらいいなって思ったりはしますね、はい、それはまあファンタジックな方とすると、うん、ラッキーストライクのスタジオが欲しいんです。いいですね、うん、もうリハが、ね、うん、防音設備の整って、うんうんうん、広いスペースを取れる、はい、あわよくばちょっとライブとかもできちゃうようなスタジオが欲しいです。って、はい、それで叶ったということで。叶わないかな。でも館内の、最近館内のスタジオでこう、うん、ラッキーでみんなでこうダンス教えたりとか、はい、インストラクター やったりとか、うん、できる場所がないかなみたいな話を、はいはい、ちょうどこの前のミーティングで。意外とね、この辺つながりがいっぱいありますから、ね、なっちゃうかもしれないですね。私館内遠いので、うん、もうそうなったら館内に住むかなみたいな。いいと思います。ちょっと都内から通えないな、もはやそれはもう館内済みだなっていう。ちなみにここの上もね、住める場所ってあるんでしたっけ。あ、そうなんですか、はい、ございますってことで、ね、空きが、はい、おっていうことらしいです。ちょっとラッキーストライクのミーティングにそれは持っていかせていただきます、ね、はい、たまり場になっちゃったりする。じゃあ最後です。横浜に来た人におすすめしたいスポットとかものって何かあったりしますか。まあ、東京に住んでいらっしゃるってことですか。そうですね、私そんなに横浜詳しくないんですけど、うん、そうだな、私寄せるわけじゃないんですけど、うん、大桟橋すごい好きなんですよ。大桟橋で、はい、もう何度も大好きだから出しちゃうんですけど、うんうん、ベアボンズのゆりかが大桟橋の上で結婚式やったんですね、挙式やったんですよ。 あの写真はそうなんですね。あ、そう、見ていただきましたか。そうなんです、はい、もう誰でもウェルカムみたいな、うんうん、もうジョギングしてる人横通るみたいな状態、ね、普通にみんな通りますからね、あそこはね。そうなんです、うん、でもう6月だったので、うん、雨季というか梅雨の時期だったんですけど、その日だけパーッと晴れて、うわ、すごいなんていい場所なんだって思いましたね。あんまりなかなかあの先端の方まで行かないじゃないですか。そうですね、行かなかなか行かないですね、行く機会がないんですけど、はいはい、あそこまで行ったの初めてで、先端が一番いいですよ。いいですね、もうすごい好きでしたね、うん、あそこでお昼寝したいなみたいな。ちょっとその時ドレスだったんでお昼寝はできなかったんですけど、まあすね、普段ならできます。はい。はい、ということでですね、はい、7つの質問ありがとうございました。まあ、最後にですね、やっぱりこう、まあ今後のね、ちょっと佐藤さんが企んでいらっしゃることとか、まあ、いろいろさっきあの、ね、スタジオの話もありましたけれども、はい、うん、そうですね、やっぱり舞台活動の幅をもっと広げていきたいなっていう気持ちがあって、うんうん、最近本当にもうあの水面下で企んでるレベルで、はい、ちょっとなんかいろんな新しいことを始めたりもしてるんですけど、本当にダンス、今ダンスしか手段を持ってないから、はい、どうしてもダンスに寄っちゃうんですけど、うん、まあ、今ラッキーストライクで音楽と一緒にやってるから音楽のことももっと学びたいし、はい、まあ、芝居ももっと
自由に扱えるように、自分の中で自由にコントロールできるようになりたいなっていうのはあるし、まあ、あと興味あるところでジャグリングだったりとか興味あるんですよ全然できないんですけど、はい、だったりとか、いろんな自分を表現できる手段をどんどん増やしていきたいなっていう気持ちはあって、はい、うん、去年から本当に今年にかけてそういうものにちょっとずつ手を出していこうかなっていう気持ちが、なんかね、どうしてもこう、ま、もっと若いうちに挑戦すればよかったなって思ったりすることがいろいろあるんですけど、まあまあ、うん、それはね、ある意味ではあるんでしょうけど、ね、ありますね、本当に、うんうん、なんか大学のうちにもっと時間あったのにって思うこともあるんですけど、うん、はい、でも遅くないなって思って、はい、今が一番若いじゃないですか、うん、これから先よりも、ね、と思うと、はい、うん、それこそいつやるのですよね、うんうん、ちょっと古いですけど、はい、いつやるのなんですよ、うん、って思って、あんまりちょっと恐怖心を解いてというか、うん、怖がらずにどんどんいろんなことに興味を持ったものには挑戦していきたいなっていう気持ちはあります。ありがとうございます、はい、そういう里香さんの今後については、まあ、ブログの方とか見ていただければ分かる感じですかね。そうですね、ブログとかフェイスブック、はい、まあ、ラッキーストライクもそうですね、はい、多分ブログよりはフェイスブックの方が更新してそうですけど、うん、ラッキーは、はい、にこまめに上げていこうかなというところですね。分かりました、はい、ありがとうございます。ということで1時間5分ぐらいお話を聞きましたけれども、はい、もうちょっと私一人で持つか心配だったんですけどジュンさんのおかげで大丈夫ですね、はい、ありがとうございますということで今日はですね、ステージパフォーマーということで今日伺いましたけどいいですかその名前で、はい野上里香さんに今日は来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。また、はい、なんか私最後一人映さなくていいんじゃないかって言いましたけどね。はい、ということで、本当にその舞台もね、私もすごく関わりがすごく深かったので、まあ、舞台の話になるとすごく楽しいなっていうふうにいつも思うんですけどね。まあ、いつも横に舞台を今一生懸命やってる MC もね、いるので話題は尽きないんですが、まあ、横浜もね含めて、まあ、横浜やっぱり東京も近いってこともあるし、すごいたくさんの数のやっぱりこうパフォーマンスだとか演劇の公演だとかお芝居の公演だとかね、 もちろんそれこそどでかいね、まあ、劇団四季みたいなとこからいろんなものがやっぱりこう行われてるので、まあいろんな機会を見てね、こう足を運んでみてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますよね、はい、ということで浜っ子ストリームとしてもですね、できるだけやっぱりこうアーティスティックなところは抑えていきたいなというふうに思っております。ということでですね、来週、火曜日の浜っ子ストリームですが、菜園のお話ですね。で、家庭菜園ではなくってお家の中の菜園ということで、はい、ちょっと変わった、あ、カメラが行きますか、変わった菜園を仕掛けていらっしゃる方がいらっしゃいまして、ちょっとこれ分かりますかね、なんかいろんなものが映っちゃってるんですいませんって感じなんですけど、カメラがグッと寄らないとね、はい、これ菜園なんですよ、家の中にある、はい、これについてちょっとね取り上げていきたいなというふうに思っております。それからですね、24日、来週ですね、来週、再来週かは、大桟橋の方での、公演になるんですけれども、まあ、神奈川といえばね、カナフィル、神奈川フィルありますけれども、そこのなんと常任指揮者の川瀬健太郎さんが来てくださることになっておりますので、はい、ちょっと私もかなりドキドキしてますけど、楽しみにしていただければというふうに思います。はい、ということで116回目、これで終わらせていただきます。皆さん良い週末をお過ごしください。では、さあこの窓に恋を風を受けよう、ここは横浜151年学校
ッセ落とした窓。